はい、こんにちは。純作大学講師のカズです。今日のテーマは、戦術の基本を学ぶグローバルトレーニング、少年サッカーの練習方法についてね、解説したいと思います。前回、メソッド論という形でね、グローバーじゃないや、ドリルトレーニングについてね、解説しました。今回は、前回の動画見ていただいたら分かると思うんですけども、3つあるね、メソッド、教授法の中でのグローバルトレーニングね、ついて解説したいと思います。日本でもやっぱりね、今は小学生年代から戦術指導、サッカーの戦術をちゃんと指導した方がいいんじゃないかという声だったりとか、実際そういうことをね、された方も多いと思いますし、とはいってもね、やっぱりテクニックレベルも大事だから、テクニックとね、戦術を両面をね、こう、どうにかしてアプローチして、うまくしたいなとかね、いう方とか、もしくはね、サッカーの練習方法、メソッドがわからないという方もね、おそらく動画をご覧の皆さんの中にいると思います。なので、今回はね、グローバルトレーニングという、教授法、メソッドですね、メソッド論について解説したいと思います。この、グローバルトレーニングとかっていうのは、決して難しい話ではなくて、サッカーコーチをやる上でね、基本的に押さえておかなくちゃいけない教授法、メソッドなんで、しっかりね、動画見て理解してもらえればいいかなと思います。今回は結構ね、動画短くなると思いますので、サクッといきます。はい。最初にまず、前回のドリルトレーニングでも言ったんですけども、サッカーのね、練習方法っていうのは3種類あります。練習方法っていうのはメソッド論のことですね。メソッド。スペインだとね、メトドロヒアですね。メソッド論。で、一つ目が、別動画でまた見てほしいんですけども、アナリティコって言われる、日本でいうドリルトレーニングですね。これが一つ目です。これは別動画作ってるんで、そちらの方ね、下のリンクを貼っておきますんで、そちらの方をご覧ください。で、二つ目がグローバルトレーニング、グローバルトレーニングですね。これが今回のテーマになります。で、三つ目がシステミコンですね。で、ざっくり、三つの違いは何かというと、アナリティコっていう、日本でいうドリルっていうのは、テクニックアクションにね、フォーカスしたトレーニングであって、グローバルっていうのは、よりサッカーのね、本質に近づいたようなトレーニングです。で、システムコっていうのは、ゲームモデルね、自分のチームのゲームモデルと関係するトレーニング方法になりますよっていうふうにね、大きくこの三つですね、考えてもらえればいいかと思います。で、今回は、その中でも二つ目のね、グローバルトレーニングについてね、解説したいと思います。グローバルトレーニングって言って、皆さん、大体イメージつきますかね？どうですかね？何のこっちゃもわかんないですか。グローバルトレーニングっていうのは、要は、味方や敵がいて、状況判断を伴うトレーニングっていうのがね、グローバルトレーニングというふうに言えるかと思います。ちょっと図を出しますね。例えば、こんな感じですね。例えばフリーマンが一人いて、3-3プラス1フリーマンのボールポゼッション。ロンドとも言ってもいいんでしょうけども、ずっとパスをね、回して、奪ったら奪ったチームは攻撃になるっていうね。これそうですよね。味方がいて、敵がいて、ドリルトレーニングのようなね、決まった動きではなくて、いろんな状況判断、サポートが入ってない時どうしようとかね、パスコースの作り方とかね、そういった要素が入ってきますんで、こういったものをね、グローバルトレーニングというふうに言います。で、もう一個も、ね、代表的な例としては、こんなこともあります。こんなもんもありますよね。はい。これは、例えば、なんだ ?1,2,3,4。4対4プラス1フリーマンプラス1ゴールキーパーみたいなね。キーパーがいる方のシュート、ゴールに向かってシュートを打つ赤チームと、中盤を越えてライン突破をすれば、1点というね、青チーム。こういった形になります。ミニゲームですよね。これも同じように味方がいて敵がいて、規則的なテクニックアクションではなくて、サッカーそのものですよね。パスコースを作らなくちゃいけない、サポートしないといけない、トランジション、攻守の切り替えはある、センタリングではテクニックアクションもあるかもしれない、ドリブル、レガーテもありますよね。こういったサッカーの要素が、ほとんど含まれているっていうのが、グローバルトレーニングのね、代表的な、メニューになります。で、このグローバルトレーニングの、特徴なんですけども、今言ったみたいにね、サッカーそのものであるってこと以外にも、普遍的な戦術をね、学べる練習方法であるっていうふうにね、僕は考えております。で、サッカーにおける戦術アクションっていうのを、皆さんわかりますかね、戦術。僕の動画、これもリンク貼っておきます。例えば、戦術とは何かっていうね、戦術の定義の動画であったりとか、あとはね、戦術アクション、サッカーにおける戦術アクションの何かっていうね、動画を作っておりますんで、ここで言う普遍的な戦術っていうのはね、僕が動画で作った、戦術アクションのことをね、指しております。なので、戦術がわからないって方はね、その辺の動画をちょっと見ていただいた後にね、この動画に戻ってもらえると、より理解がね、深まるかなというふうに思います。で、基本的に、じゃあ、こういったさっきのね、図にあるような練習なんですけども、何がメリットかというと、戦術アクションが頻繁に出てくるというところですね。例えば、最初の、ちょっともう一回図出してますね。この、3-3プラス1フリーマンのボールポゼッション。このトレーニングで言うと、おそらくね、必要な戦術アクションというのは、サポートですよね、サポート。
サポートになってくると思います。もしくは、ワンツーね、壁パスっていう戦術アクションも必要になるかもしれません。で、必要なテクニックアクションとしては、コンデュクションですね、ドリブル、運ぶドリブルであったりとか、まあ、パスですね、キックのパス、そういったものが含まれます。これが、ドリルトレーニングと何が違うかというと、ドリルトレーニングであれば、ね、パスの練習、ドリブルの練習となるんですけども、これにはサポートっていうね、戦術的なね、アクションが入ってきます。そういった意味で、このグローバルトレーニングっていうのは、まあ、普遍的な、要はサッカーの基本的なセオリーである戦術アクションをね、学びやすいっていうところがね、大きな特徴かなというふうに僕は考えております。ただ、これもね、考え方とか捉え方とかね、オーガナイズによって変わるんですけども、グローバルトレーニングの中でドリルのようなテクニックアクションを磨くってことも可能なんですね。ちょっと図を出しますね。これですね、4対2のロンド。ロンドってわかります？ボール回しですね。鬼回しですね。よくあるのが、4対2のロンドで、ね、サポートの練習をしていますっていうのがあるんですね。これで僕はね、サポートの練習にならないって考えてるんですね。まあ、サポートの基本の木を知るっていう意味で、小学3年生ぐらいだったら、まあ、ありかなとは思うんですけども、この外に4人でね、中2人のこのロンドって、サポート、ちょっと余談ですね。余談ですけども、サポートになると思いますかね。僕はならないと思うんですね。なぜかというと、すでに4人外に配置されているんで、そこに立っている、要は、オーガナイズで決まったポジションに立っていることで、すでにサポートをほぼしている状態なんで、これはあんまりサポートにならないのかなって気がします。逆に、ちょっともう一回図出しますけど、最初のね、33プラス1フリーマンのボール、ポジション、ロンド、これ、すごくね、立ち位置が決まってないんで、これはね、サポートしないとボールが回らないってことを考えると、どっちかというとこうサポートがね、メインになってきます。で、また戻って、この4対2のロンドですね。これあんまりサポートの練習にならないですよね。僕も実際経験ありますけども。というよりも、よりね、実践的な中で、敵のプレッシャーが来る中で、コントロールとパスをね、精度を上げるという意味では、テクニック方面にね、テクニックの方にフォーカスすることができるんですね。そういった意味では、グローバルトレーニングではあるんですけども、テクニックアクションを磨くっていうことに、ふうにね、使えるっていう考え方もできます。これが、じゃあ、8対8プラス4フリーマンとかになると、テクニックアクションのレベルは上がりにくいですよね。これなぜかわかりますかね。ちょっと質問です。4対2のロンドであれば、4対2のロンドの、というグローバルトレーニングであれば、テクニックアクションにフォーカスすることはできると。でも、8対8プラス4フリーマンとかね、まあ、ちょっと大きな人数になってくると、テクニックアクションが伸びないっていうのは、この違いがなぜかがわかりますかね。これじゃあちょっとまたどっかでね、答え言っちゃいますかね。答え言っちゃうと、まあ、ボールに触れる回数ですよね。4点のロンドであれば、わりかし頻繁に、おそらく10秒に1回はボールに触れる。最低でもですね。もっと早いと思います。ボール失わない感じでいくと、おそらくね、5秒、6秒に1回コントロールパスってアクションがね、出ると思うんですけども、そういった意味ではね、ドリルトレーニングのところの動画を参考にしてもらえば分かると思うんですけども、反復性が高いですよね、テクニックのね。でも、8対8プラス4フリーマンとかになると、ボール当たりがボールに触れる回数が少ないんで、テクニックアクションの向上が図りにくいってことになります。なので、まあ、同じグローバルトレーニングであっても、まあ、オーガナイズとか人数、スペースの設定によって、テクニックにフォーカスすることもできるし、戦術にフォーカスすることもできるっていうね、形になります。では、グローバルトレーニングの特徴なんですけども、ドリルトレーニングでもないね、システムでもないグローバルトレーニングの特徴についてね、解説したいと思います。まず一つ目が、ゲームモデルと関係性がないってことですね。ゲームモデルっていうのはまたちょっとわかんない方は、どっかで僕ゲームモデルの動画作りましたかね。ちょっと今ね、ゲームモデルの作り方とか、ゲームモデルの、具体的な考え方っていうのを、動画をね、作ろうと思ってるんでね、それまたできたら見てください。なので、まあ、なのでというか、まあ、ゲームモデルとはまず関係がないです。自分のチームのゲームモデルとは関係ないです。また、二つ目が、まあ、対戦相手のシチュエーションや文脈がありません。これもね、グローバルトレーニングの特徴です。で、もう一個、三つ目がね、試合の文脈によらない戦術の側面を改善できる。これは三つ目ですね。四つ目が複雑な状況判断がある。5つ目がさっき言った、まあ、メニューによってはテクニックの反復性が低かったり高かったりしますと、まあ、こういった、ね、特徴がありますと。で、対戦相手のシチュエーションや文脈とかね、試合の文脈によらない戦術の側面を改善できるとちょっと何のこっちゃ分からないとは思うんですけども、要は、対戦相手のシチュエーションや文脈、これね、ちょっとスペインのコーチングスクールでやったやつを、日本語に意訳したような感じでしてね、ちょっと分かりにくいんですけども、対戦相手が例えば、2バックだから、相手が2バックを想定してやるとか、相手の2バックに対してうちのこちらの3トップでどう崩すか
っていう練習をするってなると、これはシステミコになるんですよね。ポジション、システムがあったりとか、ゲームモデルと同じシステム配置があったりとかするんでシステミコになるんですけども、そういった対戦相手がどうとか、どういう局面でどうとかって、そういったシチュエーションには文脈を関係しませんよっていうのがね、このグローバルトレーニングの特徴になります。なので、さっき言ったみたいに、基本的なセオリーである戦術アクション、普遍的な戦術アクションを学べるトレーニングに近づくっていうのがね、僕の考え方になります。なので、グローバルトレーニングっていうのは、まあ、ドリルトレーニングみたいにテクニックアクションをひたすら繰り返すんじゃなくて、まあ、ごちゃっとしたサッカーそのものですよね。複雑系のサッカーそのものをトレーニングするんだけども、そこに、自チームのゲームモデルっていうのを加味しませんっていうのがね、グローバルトレーニングの、ね、大きな特徴になると思います。ということは簡単に言うと、グローバルトレーニングみたいな練習構造にシステムや、ポジションね、いつもやってる3-3-1のシステムをとかね、いつもやってる右の子は右サイド、左の子は左サイドとかって、そういったシステムをはめたりとか、プレイ原則ですね、ゲームモデルにおけるプレイ原則を加味したものがシステミコトレーニングになるというね、まあ、ざっくりと、ね、そのように考えればいいかと思います。はい、ではちょっとね、少し話は変わって、まあ、小学生年代に適した練習方法とは何ですかっていうことね、これ結構議論になったりするんですけども、これも、小学6年生で例えばじゃあ4対4プラス3フリーマンのボールポゼッションしたいとか言った時に、もう全然ボールが回りませんみたいなね、スペースもしっかり確保してて、もうどうしてもキックミス、トラップミスが出るんで、全然こうトランジションばかり起きてね、練習になりません、本当はボール保持のねポゼッションの練習したいんだけどできませんってなると、それはテクニックレベルに問題があるんで、少しねトレーニング方法を変える必要はあるかもしれません。で、実際僕の指導のケースで言うと、これもドリルトレーニングとかでお話ししたんですけども、基本的にテクニックレベルに問題があるからうまくいかないと判断すればドリルトレーニングを増やしますし、ドリルトレーニングやってるはずなのになんか試合でできないなと思ったらグローバルの方にグローバルトレーニングを多めにするとかね、そういった年齢とか選手のレベル、時期によって、どういったことをやるかっていうのはね、分かれてきます。なのでいつも繰り返して言いますけども、こういった方法論とかメソッド論のね、優劣を議論しても意味がないってことなんですね。3つ出したメソッド論、メトドロヒアの中の3つの教授法に関しても、すべてで特徴、メリット、デメリットは違います。なので、そのメリットと、メリットだけしかないメソッドなんてないんですね。絶対に存在しないです。このメソッドはメリットしかありませんってことは絶対存在しません。必ず、いい部分、メリットとデメリットの部分は必ずあるんでね。それを、勘案して、どっちの方が今やるべきかなって、どちらを目をつぶるべきか、どちらにフォーカスするべきかっていう発想がね、指導者にとっては大事になってくるかと思います。まとめですね、今日はグローバルトレーニングについて解説しました。どうですかね、なんとなくイメージ伝わりましたでしょうか。まず、サッカーコーチ初心者の方とか、ね、サッカーコーチ駆け出しの方はね、まずは、教授法っていうのは、まあ、メソッドであって、メソッドには、サッカーのメソッドには3つ、ドリル、グローバル、システミコっていうね、この3つの違い、3つのメソッド論、教授法があるってことを理解しましょう。そこから、各ね、メソッドのデメリット、メリットを勘案して、まさに目の前の選手たちに何が今必要かっていうところをね、考えるっていうところがね、大事になってくるかと思います。なので、繰り返し言いますけども、メソッドの優劣っていうのはね、ありません。なので、皆さんが、ということは、今、いつも言われるみたいに魔法のトレーニングなんかないんですよね。これやったら絶対上手くなるとか、これやれば間違いないのか、絶対ないんですね。なので、やはり僕ら指導者っていうのは、自分なりの、方法論を見つけていかないといけない。自分にしっくりくるやり方、自分のチームに合ったやり方を見つけていかなくちゃいけないっていうところがね、今回のまとめになります。はい、今日の動画が勉強になっている方はぜひチャンネル登録ボタンを押してジュニアサッカー大学へご入学ください。今日の講義は以上です。